あのさ、いいアーティストになれると思う？もちろんできるさ。番号できるなら俺だって。ありがとう。すみません、それにしてもいいですか？そういう綺麗だよね。才能あるよ。ありがとう。でもまだまだですよ。冗談じゃないよ。ちょっと時間がよろしいですか？あ、はい。じゃあ座りましょう。失礼しました。僕はシーサイドアートスパンツの佐伯です。え？本当ですか？そうです。あなたの作品に興味ありますよ。実は僕のところで働いてみてはどうですか？あ、はい。でも少しお時間をもらわせていただけないでしょうか？いいですよ。決めたら連絡してください。はい、ありがとうございました。あ、じゃあ。すみません。はい。まだもらってないんですけど、もう30分待ってますよ。あ、申し訳ございません。今ケチに行ってチェックをしてきます。少々お待ちください。はい。あ、直樹もうすぐだよね。あ、そうか。記念日何したいの？直樹に任せる。あ、じゃあびっくりするね。楽しみしてるね。お待たせいたしました。あ、来た。ハロー。あ、こんにちは。僕はシーサイドの佐伯です。君の作品の状況を聞きたくて電話したんだ。まだ始めたばっかりです。問題ないと思います。あ、よしよし。期限は1ヶ月だけど、来週までに終わらせれるかな？はい。じゃあまた状況を見に行くよ。はい、頑張ります。あ、じゃあ。
あ、こんばんは。あ、こんばんは。遅くなってしまってすみません。いえいえ、どうぞどうぞ。邪魔します。素敵な家だね。飲み物よろしいでしょうか。あ、大丈夫だ。すぐ行けなきゃいけないから。じゃあそれで仕事の話しよう。はい。どこまで進んでるか見せてもくれないか。はい。どうぞ。おい、なんだこれ。弱いぞこれは。おい、やり直せ。何してるんだ。この作品がどれほど大変だったか。お前はアートについて何も知らねえ、才能のないバカ。たくさんの人が俺の作品に感謝してくれるのに、お前は何だ。え、ぶっ殺す前に出てけ。来週だね。お前も来い。出て行け。来週。え、どうしたの。どういう意味。今日何の日か忘れたっていうの。今日記念日だから待ってたのよ。そんなの今は重要じゃない。俺は作業を続けなきゃいけないんだ。重要じゃないですって。作品と私どっちが重要じゃないの。これは俺の将来のためにやってるんだ。もし嫌だったら出て行け。待ってたのよ。うっせえな。信じられない。もういい。